あーどうも、こんにちは。例えば彼女、加藤遥香23歳。おー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 、すみません、犬飼ってて。あ、おいで。すみません。そう、彼女は足の踏み場もないゴミ屋敷に平然と暮らす片付けられない残念女。なんか許容範囲内の散らかりかなと。可愛らしいルックス。そんな残念女を構成させる組織、それがイケメンカンパニー。残念女のダメっぷりに合わせ、その分野で才能を持った人材を派遣。ちょっと踏んだらごめんやで。あ、はい、大丈夫です。私も踏んで歩いてるんで。片付け上手は才能だよね、やっぱり。モザイクかけてもらえ、これ何しようどういうこと。ちょっとこれストッキングアドバンテージ。決められた期限内で生活改善に挑む。転がってんすね。壮絶な激闘の日々。もう実家帰りたい。もうゴミがあることをさ、少しずつ女は変わっていく。こうしてゴミ屋敷、そして残念女は大きな変貌を遂げたのだ。さすがだよね、小島ジック。さすがですね、小島ジックじゃなかったらこうはな。床に物を置かず、脱いだら畳んで入れるのは絶対心がけます。残念女大変身スペシャル、お天気姉さん。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新たな依頼がイケメンカンパニーに舞い込んだ。私の妹のことなんですけれども、私からなんですけど、依頼人です。もう片付けることが苦手で、妹のことがむちゃくちゃ汚いんです。片付けはみんな苦手なんだよ、はい。この世のものとは思えないぐらい汚い。この世のものとは思えない。一体どんな部屋なのか。あの世と思いますからね。しかし強敵であればあるほど燃えるのはイケメンカンパニー。随分抱えてますね。のっけから秘密兵器を投入。潔癖双子イケメン高木万平と新平。若手俳優の注目株の2人。何様、そうそうですね。几帳面を絵に描いたような日常。毎日のようにブログに踊る掃除の文字。そう、少しの汚れも許せないのだ。いや、もうとにかくこう汚いものを絶対に触れないですね。もう本当に見るのも嫌なぐらい叩き直してやってやろうと思います。はい。そう意気込む高木兄弟が早速残念女の元へ。さあ来ますよ。緊張のファーストコンタクト。はい、来た。さあ、カロ。あ、はじめまして。なんかもう見えてんのか、ちょっともうなんか、あれ、なんかやっ始まってますね、早く。いくつですか？38です。こちらが、片付けられない残念女、通称ヤンちゃん、38歳独身。やっぱ独身か。と、いきなりだが、警告。ここからは、超衝撃映像につき、ご注意を。こんなん出ないぜ、なかなか。キャー！すごいですね。汚い。汚い。俺さっき飯食っちゃいました。うわー、なんで。は、入り口だよこれ。まるで訪問者を拒むように物が溢れ返った玄関。廃墟だよね。しかし本当の恐怖はここに住んでる。ここから始まる。本当泥棒が入った後だもんな、これは。うわうわ、これ入り口であれだもんね。大丈夫か、お母さんは大丈夫か。とかいるだろう。汚い。これやばい。あ、これやばいやばい。カビですよね。何、まあカビですよね。カビですってあんなポジティブに言う人いるんですね。足の踏み場が全くないし。はい、けど歩けますよね。まあ歩けますけど、ない方がでも楽ですよね。流しの中は。うーわー、なんで捨てないんだこれ。無理だ。あー、きたー、きたー。気持ち悪い。公園のおじさんの方がもっと綺麗です。全然整理整頓できてますよ。うーわ、髪の毛だ。うえ、あれはちょっとえぐいね。前髪切ってる、ハサミで食材も切ってる。ダメですよ。そうですか。ダメ。ダメだよ。前髪同じハサミと。ここでさらにとんでもないものを発見。これ何ですか。それはパイナップルの缶詰ですよ。いや、ブラミアわかるんですけど。わ、何あれ、膨らんでるの。やばいやばいやばい。2004年ってことは捨てなさいよ。捨てない切れてるパイナップル。でもまだ蓋を開けてないと。開ければ食べれるかもしれないですよ。バカ野郎。8年前に賞味期限が切れた缶詰がパンパンに膨張。おじけづいた互い兄弟に代わりスタッフが開けることに。開けんの、開けない方がいいって。嘘、ビシャッ。
予想を超える衝撃的な爆発、あたりはパニックに。こんなの見せちゃダメ。来ないで。パイナップルはご覧のありさま。続いては、ここは何なんですか。ここお風呂ですね。お風呂、はい、どうやって開くんですかこれ扉。こうやって、はい、こっちに寄せて、ここ半分開けば入れますよね。うわ、くっさい。え、臭いの。現地で見た目のインパクトよりまず伝わったのは悪臭。あれ何ですか。黒いのこかんわけですよ。もうちょ、待て待て待て、さらに恐怖は続く。トイレ、はい、そう、座って入っていく。食事中の方は目を背けてほしい。これがその放送ギリギリのトイレ。そしてようやく居住スペースへ。これはすごい。しかしここもこの惨状、入り込んでないから、ほぼ入り口のね、周りです。そんな中、あるものを発見。これはすごい。この袋は何なんですかこれ。それは仕事用のカバンです。あ、これは何ですか。誘導棒ですね。あ、誘導棒、はい、誘導の仕事やってるの。何やってるんですか。警備員。警備員、警備員、はい、バックアレイってこんな感じになってます。嫌いだわ俺この人。こういう感じで同じく。残念女ヤグちゃんの仕事は工事現場の交通誘導員。外で立ちっぱなしの重労働に加え、勤務はなんと週7日。すごいんですか。すごい働いてますよ。あ、まあ、そしてさらに奥の前。ヤグちゃん曰く、部屋にいる時間の大半を過ごすという寝室兼リビングダイニング。このペタンコ座布団の上が定位置。 あそこだけだね。16年もの間掃除をせず、ゴミに囲まれた生活。怖いよね。藪井百合子38歳。今はいいですけど、10年後、20年後、この状態だったらきっと本当に周りの人がいなくなっちゃいますよ。誰も。ああ、そうだよ、見せられないもん。きっかけに人に変わりましょうよ、はい、うん、めんどくさいですよね。めんどくさい。休みないし、あったらあったでやっぱ寝ちゃうじゃないですか。せっかくの休みならやっぱり掃除をね、しなきゃみたいな。こんだけやっぱり部屋も汚いし。でもまあやりましょう。でもさ、やりましょう。いやいや、でもやりますよ。でもじゃないです、もう、もう言い訳しないでください。本当にもうやろ。いや、でも何ですか。でも不便してないじゃないですか。でもを連発し、最後まで釘を縦に振らなかったヤグちゃん。別にみたいななっちゃってる。しかし、イケメンカンパニーは期限2週間でお兄さんからの依頼を遂行するのが任務。意外と頑固なんだね。果たして彼女は転機を迎えることができるのか。これはちょっとびっくりしたね。これ衝撃だ。残念すぎますよ。残念なんてか、すごいでしょ。やばい、久々にちょっと気持ち悪くなっちゃった。わかる。あの彼女は16年間あのアパートに同じ場所に住み続けてて、今まで一度も掃除をしたことがない。16年間。だって清潔にするための風呂場開けたらクセッつってましたね。そうですよね。16年もの間片付けとは一切無縁の生活を続け、そして自分磨きを忘れてしまった最強の残念女。この部屋をどう思ってます。まあ普通、別に彼氏がいるわけでもなしみたいな、うん、まあいっかみたいな。イケメンカンパニーが誇る超潔癖兄弟は彼女に転機を迎えさせられるのか。派遣期間初日。よっしゃ。渋るヤブちゃんを説得し一緒に片付け。えらいね。やろうぜ。ざっと見るとね、半分以上のものがね、いらないものだと思うんですよ。そうだよね。もうゴミでも捨てていいものはいっぱいですよね。俺らからしたら全部いらないけどね。いや、もうこの辺とかも落ちてるものとかですよ。どこがですかね。書類、紙とか。で、本当こういうの捨てていかないと溜まってっちゃうから。マスクとかしなくて大丈夫。あ、それも言いますね。いるもんばっかりだって、絶対これ着ないと思いますよ。そんなことしてんのかな。ね、絶対来ますね。そうなんだよ、これ。来ないな。これは悩みますね。この調子でいったら全然量減ってかないですよ、これ。でもまあ、片付けられないし、変わんないよ。もう捨てられないものはいらないもんだよ、ね。そうですね。ちょっと悩んだらもういらない。そうそうそう。なるほど。片付けの基本は仕分け。悩むヤブちゃんをたしなめ、容赦なく作業を進めていく。ああいうの持ってんだね、なんか。洋服の仕分けだけで作業時間は3時間。結局、残った洋服はこれだけ。
あとは全てゴミ袋に、その数5袋。とりあえずちょっと時間なんで、はい、今日はここまで、はい、次3日後にまたここに来れるんですよ。維持できる？いらないものを全部、はい、見えてきた。処分してください、はい、すごいね。確かに一切見えなかったのに、はい、今回の派遣期間は2週間。またね。高木兄弟は3日後までにいらないものは全て捨てておくという約束をし、ヤブちゃんの家を後にした。不安だよ、頭払ってるもん。なんかもう嫌だった。2週間でね、必ずヤブさんを変えていかなきゃなっていう。見せます、変えて見せます、うん。一方ヤブちゃんは米は触ってみた。え、出しちゃうの？いや、なんかまだちょっといる服があったんで。うわ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 、いらないっつったけど絶対このズボンも履きますよ。履かないから。早くも残念女流リサイクル。兄弟と一緒に捨てたはずのゴミを再びいるものに入れていた。どうでした印象は？だから通路の人から見れば多分かっこいいんだろうけど、私自身は別にって感じ。ほら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 、そういう意味では興味がない。ほら見ろ。ちょっと腹立つ。この日も8時から夕方6時まで仕事。すごいな。疲れ切った体で帰宅したヤブちゃんだったが、海外受精に取り組んでいた近くのイベントには、なんとおもむろにキッチンの掃除を開始。意識が変わってきたかな。2時間かけシンクも一気に片付けた。これは好調な出足。まあ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 、いいよいいよ。そして翌日、キッチンで2時間かかった。ねえ、慣れてないから加減が分かんないですよ。そうしたら、ちょっと見せてもらってもいい？あ、大丈夫ですよ。掃除頑張ってやりました。お、いいね。昨日2時間やりました。しかし今日は絶対やらない。え、いやいや、大丈夫ですか？なんで決めちゃう？今日はやらない。そうです、今日はやらない。やらないんじゃなくて、うん、はい、明日はやるかもしれない。かもしれない。なんで自分が正しいみたいなテンションなんですかね。あの、誰に対して反抗的かよく分からない。実は昨日の片付けには、ね、とんでもない真意が隠されていた。まあ、ちょっと次来た時に何やってんのって言われるのもちょっと嫌だったんで、ちょっとやっとこうかなと。あ、とりあえず、まあ、やったふりをちょっとしとこうかなと。まあ、やったふりをちょっとしとこうかな。この意識でやんない。さすがというべきか、なんたる残念プレイ。そして兄弟との約束の日の早朝。おはようございます。ございます。ちょっと寝てましたね。ちょっと今寝てましたね。案の定あれから一切片付けていない。起きてないってことですね。うわ、もうやばいな、目がやばくない。あ、もう無理だなと思って。だらだらやってももう進まない。これ石田さん本当にやばい。やばいよね。これはやばいやつ。今日約束の日ですけど。いや、やります。ジャングルで生活してた子が見つかったみたいな感じだよね。そんなヤブちゃんの元へ坂井兄弟がやってきた。大丈夫でしょう。こんにちは。あれ、ちょっと片付いてるじゃないですか。すごい。だからこの入り口のここのとこだけやったんだ。入った時に言われるように。キッチンの片付けぶりに気分は盛り上がる。しかもね、ヤブちゃんは。しかし、ここら辺のとか、あとここの辺の上の洗濯物も全部。一応返す。じゃあまだキッチンしかやってないってこと？キッチン周りしかやってない。洗濯物は全部。すいません。言葉を失う高木兄弟。約束したの覚えてます？はい、覚えてますね。何でしたっけ？覚えてます？なんだろう。まあ、いや、いや、でもできなかったですね。時間があったですね。寝る時間を惜しめばできたんじゃないですか？まあ、やろうと思えばできたんですよね。ですよね。上からなんだよな、怒られながら。ちょっと期待してました、俺らは。ひどいですよ、これ、むしろ。まあ、約束したからね。ひどいもん。なんか本気だったの俺らだけだったのかなって思っちゃいますよ、本当にね。そうですね、はい。ちょっと、いや、イラついたぜ。今の一言イラついた。これは一緒にやりたくないね。俺無理だわ。ほら、じゃあ今日帰ってもらっていいですか？うわっ、すごっ。帰ります。はい。どういう、何これ、どういう心臓を持ってればあれが言えんのよ。言えなかったのできなかったんですよ。でそうやって怒っちゃダメじゃん、意味ないじゃん。怒ってるっていうか、本当にやってないの自分だから。怒ってるんですよ、その態度が。もうそうだよ、
いや今日帰ってもらっていいですか。うーわ、いや、え、そんな帰ってもらっていいですか。いやいや、逆上した彼女を説得できず4日目にして早くもミッション失敗か。そして2日後、現場のやぶちゃんをスタッフが訪ねた。現場でも彼女は今何を思うのか。確かにね、あれだけ一生懸命やっぱり怒ってくれるってことは本当に自分のために怒ってくれてると思うし、3人でやりたいなっていうのが今の本当の素直な気持ちです。あれあれ丸くなった。やっぱちょっと時間を置いて考えたら、不慣れな片付けにストレスがたまり、自分にはできないかもという不安から投げやりな気持ちになってしまったのだった。本当は片付けたい、その気持ちが芽生えていたのに。あれからやぶちゃんは二人との衝突を後悔しながら一人で片付けを続けた。この朝出したゴミ袋だけで15袋。これで今すごい部屋が綺麗になってると思うんですね。すっきりしましたね。はい、あ。そうなんです。整理。あれちょっと顔変わったね、表情が。なんか目が優しくなったんじゃないですか。片付け10日目。やびさん、やびさん、はい、来ましたよ。お掃除隊が来ましたよ。一週間ぶりに部屋を訪れた高井兄弟はやる気満々。ちょっとこのね、収納を下に下ろして、この出して、はい、ポリ棒入れて、ここにかけると。こういう今、壁にかかってるのをもう全部かけちゃう。かけちゃった方が、すると見た目的にもこう、だいぶ、すっきり。すっきり。そう、スタッフからヤムちゃんの本音を伝え聞いた高井兄弟は、再び彼女と向き合うことを決意。この瓶、気持ちいい。これはもういっちゃいますか。通わせるところから始めないといけないね。これマジビニールとか。なんか変わりましたね。結構パンパン進むよ。あ、それももういらないです。あ、これもいらないです。あれ、捨てられるものになったんじゃない。いやいや、ちょっとこれ、ヤムちゃん。初めて使う掃除機の登場です。あんのね。ヤムちゃん、行くよ。感動の瞬間。はい、じゃあ掃除機は、ね、何のハイタッチなんだよ。オブジェと化していた掃除機が本来の姿を取り戻す。すっかり衝突のわだかまりは解け、心は一つに。壁にかかった洋服は押し入れの中へ。この日の成果はなんとゴミ14袋。すごいね。この間15出したんだよ。残り2日、新たな作戦が始動。スジャック大丈夫なのかな。だからこんにちは。どうも、あのイケメンカンパニーの高木兄弟から依頼を受けてきたんですけれども。お、あら。何やら様々な機材を積んできた彼らは、もっと専門を頼んだ。人呼んで芸人お掃除隊。芸人？本業は芸人だが、掃除のバイトで生計を立てる、いわばプロフェッショナル。こんな仕事してるんだ。松本の給料いくらやったっけ。先月6000円です。で、このバイトで24万です。本業ありがとうございます。プロじゃん。もう高井兄弟がそんなプロ集団を動員した理由とは。そう、汚れの本丸、悪臭漂うお風呂場と16年分の汚れがこびりついたトイレを退治するため。もう最大限のやつです。これもう普通使わないような洗剤とか使ってやりますから。ええな、吉本。もうとりあえずは、早速お掃除隊は仕事を開始。すると、ここでもう、あ、そうしてますね。どっちも蹴るキャンでしょ、蹴るキャン。いきなり奥の手を使うことに。それがこの高圧洗浄機。これすげえ、汚れを圧で落とすんだ。うわ、すげえ。ところが、高圧で落ちねえよ。取れないわこれ。嘘だろ、高圧で取れないってことだ。いや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 、ハンドポリッシャーいきますよ。はい、お願いします。はい、絶対負けられない戦いがここにはある。ポリッシャーもお掃除隊は彼のプライドにかけ元気に挑む。しかし、いや、もうちょっとずつ服はなりますけど、彼らは舐めていた。16年間も蓄積された汚れを。そこでさらなる新兵器を投入。スコッチって言うんですけど、もうめちゃくちゃ偉いな。ただ本当にこれ偉いよね。これ映るだけで本当に違うね。これで落ちなきゃお手上げだが、他にもお掃除隊は水回りとの激闘を繰り広げた。
綺麗になる。もちろんヤブちゃんもお掃除隊に混ざり力を尽くす。16年もすごいんだね。作業が終わったのは実に5時間後。その変貌ぶりはどうなった。まずはキッチン。おお、うん。お風呂は悪臭も消え去った。超綺麗じゃん。そして問題のトイレは、おお、なるほど、すげえ、よくやったな。こうして迎えた最終日。さあ皆様にご、この日高木兄弟は映画の舞台挨拶の仕事をこなしていた。行きましょう。その頃ヤブちゃんの家に新たな来訪者が。あのイケメンカンパニーの高木さんの紹介で参りました。インテリアデザイナーの佐々木です。洗練されたセンスで引っ張りだこの売れっ子インテリアデザイナー佐々木明。これかっこいい。そうね、やっぱ実は最終日に備え、いい、ね、高木兄弟は佐々木さんに部屋のインテリアの相談をしていた。あ、そうですね、維持したくなってきますからね、うんうん、部屋を片付けるだけではなく住み心地の良いおしゃれな空間作りをしたいと考えたのだ。やっともらいたいよこっちが。いや本当ですね、あこんなのあるんですね。果たしてこの家はどう生まれ変わるのか。仕事を終えた高木兄弟が駆けつけた。あ、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。うわい、なんか絨毯があるよ。何これ。これ畳だったよね。いく？せーの。あ、見たよ。やべえ。どうした？マジ？マジかこれ。わ。2週間前ゴミ溜めだった残念ハウスは、残念ハウス、ご覧の通り見事バリ風のおしゃれな部屋に大変身。すげえ、散らかり放題だった寝室はまさしくベッドルームに。あ、ベッドルームでこっち潰して、無駄なものを徹底的に排除し、何これ、必要なものは押し入れに整然と収納した。そうして超いいじゃん、リビングと寝室が一続きになった快適な空間として生まれ変わったのだ。こんなに綺麗にして掃除するだけじゃないんだ。1週間そうでした。徹底的にやって、なんか今こうやって終わってみて言葉にならない、なんかその感謝の気持ちがなんかあるんですよ。ただ一言言うのは掃除が好きになったっていうこと。おお、やっぱ綺麗だが、番組の本当の狙いはここから。そう、ここからなんだよ。生まれ変わった部屋は維持できているのか、それとも元のゴミ部屋に逆戻りか。1週間後ガチの抜き打ちでチェックする。これね、あの今回部屋ものすごい綺麗でしょ、はい、その本人も変えようかってことで、うん、ルックスも今こんな感じね。もうこれだから縄文時代の人みたいな感じですね。いきますよ、はい、変身後ドン。これ嘘だろ。同じ人？草田さんこれ同じ？ヤブちゃん？ヤブちゃん。ちょっとキャンキャンとかね。ちょっとね。部屋特集とかでなんか出てきそうな。そうそう。だから見た目が変われば自分でも絶対鏡見てあってなるし、うん。なんならもっと可愛い服とか買って。そう。クローゼットの中も変わってんじゃないですか。でしょ？はい。いやでもね設楽さんね、16年かけてああなった性格が、うん、俺2週間でピタッて治るかっていうのはやっぱ不安ですけどね。大木の俺そういうとこ嫌いだぞ。変わる人は変われるんだっていうね。見事2週間で変身を遂げた残念女のゴミ屋敷。果たして綺麗になった部屋を維持しているのか、いいね、それとも再び元のゴミの巣窟に戻ってしまっているのか。あれから1週間抜き打ちですから突然行きましたですか。あれ、はい、どうも、あれなんか見た目戻って、見た目戻りましたよ、髪の毛がほらあれれ、ちょっとこらやめてよ、片付けちゃう、もうないですね、散らかってる、散らかってますここ見てください、これどれ、ちょっとこれ映そう、これあ、ほらほら CEO ほら設楽さん言ったでしょ、床にも物が散乱、なんで引き出し開いてる、キッチンは完全にリバウンド、閉めらんない、あれれれれ、ほらあ、ほら見ろ、全然これ嘘やん、ヤブイさんこっちにかけないと、これおかしいでしょ、頭こっちでどういう寝方してるんですかこれ、何なんですか、全然戻ってるじゃないですかこれ、いやまあここは生活感溢れてきますよ、それはまあ、またそうやって言っちゃう、はぁ、これは悲しいって。1週間でここまで残念部屋に逆戻り、いやあと1週間あったら元通りですよね、
大失敗です。何だったんですかこの時間。ヤブちゃんはやっぱり残念女のままだった。イケメンカンパニーに役立たずは必要ない。今回は高木兄弟はじめ計7人の社員がイケメンカンパニーから抹消された。大きい、謝らせてくれ。すまなかった。そうですよね、俺言いましたよね、うん、16年がたった2週間じゃ変わらないって言いましたよね、うん、また悪気ない感じに戻っちゃってるんですよね。あの感じなのよ。いやいや、それ出ますよ、生活感出ますよ、それは出ますよ。いや超腹立つ。やだ、うぜえ。続いての残念女は料理ができない女。その容疑がかかったターゲットを偽番組と称して呼び出す。失礼します、お願いします。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこちらにお願いします。え、何ですかこの何かが、はい。天然おバカキャラでブレイク中の鈴木奈々。料理自信はありますか？料理ですか？彼氏がいるんで、私彼氏のためにお弁当とかを作るんですけど、はい、大好きな彼氏に毎日弁当を手作りしているので料理には自信があるというが、実に怪しい。そこで麻婆豆腐で腕試し。私の彼氏麻婆豆腐すっごい大好きなんですよ。できちゃうかもしれない。果たして鈴木奈々は料理のできない残念女なのか。早速調理スタート。こう切って、おお、手の上でいっちゃいますね。こう切って、あ、これいっちゃう。豆腐切るのとかはここもあえあ、おい、なんだよ、わざわざ手の上で。大丈夫、このくらいだったらまだ大丈夫。炒めるのはね、もう手作ってあげてるんですか。炒めるのは大好きですね。炒めたひき肉の中にみじん切りにしたネギ、そして豆腐を投入。いい感じですよね、雰囲気としては。とここまでは順調に見えるが、肝心の味付けは。醤油入れます。多くね、え、あ、あんなに醤油入れて、え、ちょっと待って、おー、え、はい、ま、たとろみって 何でとろけるんだろう、うん、え、わかんない、本当にどうしよう。まだ本当いろんな食材ありますからね。はちみつ入れていいですか？醤油の量ね。はちみつだととろみが出そう。おお、出たな。ここから残念クッキングのスタート。量としては醤油、いやいや入れすぎだって。もしかしたらできちゃうかもとかいうレベルじゃないですね。とろみが出るまでひたすらかき混ぜる。もはや豆腐の原型はない。うわうわうわ、麻婆豆腐ってでもどうですか、こう味としてのイメージは。何これ、ちょっとしょっぱくて、ちょっと甘くて、ちょっとなんか辛くて、あ、辛い。あー、そうなんだ、辛い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 。これ何ですか？これ唐辛子。唐辛子、うわー、意外とこう大丈夫考えてんの。でも見た目にちょっと赤いのも入ってることによって彩りもやっぱり料理ってすごく大切だと思う。これ唐辛子料理だよね、これ。見た目も、はい、見るからに残念な麻婆豆腐が完成。そのお味は。何なのよ。いや、麻婆豆腐とはほど遠いぞ、これは。どうしました？あ、あ、あ、まずい、まずい。いや、まずいよ。甘すぎて、しょっぱすぎて、なんか初めて食べた味。そんな残念女鈴木奈々を更生させるべく、イケメンカンパニーが送り込んだのは。繊細な料理で女性たちの心を射止めるイケメン料理家、有坂翔太。早速麻婆豆腐の作り方を伝授。まずは中華料理に欠かすことができないニンニクと生姜、香りを引き出したところへ豚のひき肉を投入。そこへ豆板醤と中国の甘味噌甜麺醤を入れ、軽く炒めたら味の決め手となる鶏ガラスープ、さらに砂糖、醤油、お酒で味を整えていく。ここで一回味を自分で確かめる、はい、どうですか？おいしい、おいしい、おいしい。このおいしいスープの中に豆腐を泳がすだけ。ひと煮立ちさせたら豆腐を入れる。そして水溶き片栗粉でとろみをつける。有坂流の本格麻婆豆腐が完成。おー、熱いきましたね。めっちゃおいしい。彼氏に食べさせたらどうですか？多分すぐプロポーズされる。ですよね。ってことはやっぱり
ことはないと思うけど、3回ぐらい作ればうまく作れるようになる、はい、本当ですか？3回作りたいと思います。本当ですか？ちゃんと練習したら本当にできるようになるんで。わかりました、頑張ります。はい、はい、胃袋をつかむと言い放った鈴木奈々、果たしてちゃんと作り方を覚えられたのか。3回作りますって言いましたよね。まあやってないでしょうね。でも成長できるチャンスだからやってんじゃないですか、ちゃんと。これはやってないと思うな。大きい、はい、俺お前のそういうとこ嫌いだな。やはりここでも抜き打ちチェック。あれから1週間、3回作るってなかなかないですよ。まあね、はい、まあでも作ってたら作れるじゃん。会議室に特設厨房を設置。すると残念女が大暴走。ほらどっかの会議室汚しただろう、これで。1週間後の抜き打ちチェック。覚えたはずの麻婆豆腐作り、果たしてその結果は。作ってたなんて、いや、あれから作ったんですよの一言あるでしょ。しかし、おーおーおーよ。これほらどっかの会議室汚しただろう、これで。気を取り直して麻婆豆腐作り再開。中華鍋はね、取ってる方が重たくなっちゃうから、ね、でもちょっとほらバランスが良くなってんじゃないですか。生姜とニンニクとネギのスープに。いやこれまだ覚えてるでしょ、この間のやつを。そうなんだよ、1週間ですからね。なんだっけ、泳がせる、泳がせる。先生ちょっと本来なら鶏ガラスープの中で泳がせるのだが、やってないな。泳がせます。泳がせる水分がない、はい、そうです、泳げない。そして味付けは実際には使わないコチュジャンのみ。コチュジャン入れました。今片栗粉を入れてちょっと固めたいと思います。しかし水溶きにせずぶち込む。見た目はなぜかそれっぽく完成。しかし味の方は味がない。味がない。自分でも食べてみていいですか。あれはない。さっきスープで豆腐を泳がせるって言ってましたけど、どういうのなかったですか。ね、コチュジャン入れましたよね。コチュジャン使ってない。うそ。先生も口が悪かったもん。使ってねえし。今日家に帰ったら作ります。ほら、同じこと言ってたこれ。これやらないよ、俺。やらない。私ですか。で今日ダメ持って、今日遅いんだよな、帰り。鈴木奈々は口先だけの残念女だった。任務失敗。有坂翔太はイケメンカンパニーから抹消された。大きい、ほら謝らせて。言ったじゃないですか。だからすまなかった、やらないですって。確かに。続いての残念女は、おかわいい、こちらの美女。一体どんな残念女なのか。歯の裏を。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あ、はいはい。続いての依頼者に会うためスタッフは宮城県仙台市へ。依頼はこちらの上品な奥様から。あの娘がかなりタバコを吸うんですよ。あ、俺どうしても娘がタバコ吸う人ダメ。俺タバコやめてほしいんです。ヘビースモーカーは難しいですよ。早速残念女子を直撃。やめてほしいのよ。あ、どうも。かわいい。かわいいね。こんなキュートな外見ながら。すげえ好き。1日どのぐらい吸うんですか。2箱半。あー、やめろ。結構吸うね。今も吸ってんじゃん。お母さんが心配してる。あー、でも嫌いじゃない。それはいつものことなので。1日2箱半タバコを吸うヘビースモーカー篠崎ゆり26歳。2箱半か、結構吸うな。ゆり、名前もいいな。ゆり、広告代理店でアルバイトをしている彼女の1日は、朝6時起床。タバコ手に入れているのは屋敷中人さんだけじゃないですよ。早速タバコを手に取り目覚めの一服。そしてここからノンストップスモーキング。タバコやめてよ。メイク中でも傍らには火のついたタバコ。ほら、え、こんなに。まるで空気の代わりかのように煙を吸い込む。すげえ吸ってるな。パジャマの状態でもう結構いってるよね。
極めつけは食べながらのタバコ。飯とタバコね。え、こういうのあるんですか。8時20分に家を出るまでユリが吸ったタバコは合計7本。好きなんだよ、スイカ吸い。そして日中仕事中に吸うタバコはおよそ1箱。会社帰りに訪れる行きつけのバーでもすげえ吸うな。やっぱお酒が入ると特にペースが加速。時からこれ今日何箱目なんですか。3箱目です。3箱目。毎日平均2箱半、およそ50本のタバコを吸っている残念女。21歳から吸い始めたというが、やめる気はあるのだろうか。まあね、別にルール破ったわけじゃないな。やめる気ありません。本人にやめる気はないです。やめた方がもう。今回のミッションはユリが5日間で引っ張りタバコをやめさせること。設楽さん、5日間でこれ禁煙できると思ってるんですか。思ってる。5日間ですよ。信じてるんですか。できますこれ。俺5日間じゃ無理だと思う。うちのカンパニーをなめてもらっては困るな。あ、確かに今日1回も成功してないと。イケメンカンパニーのプライドをかけ、今回は絶対に成功させたい。そこで送り込んだのは自らも禁煙に成功した俳優川久保拓司。ウルトラマンネクサスで主人公を演じ、舞台でも活躍する実力派俳優。僕もやっぱ禁煙してすごいいいことしかなかったんで、1年前にタバコをやめた自分の経験を生かして、彼も5日間でユリにタバコをやめさせるという。禁煙したんですね、彼も。禁煙プロジェクト始動。お邪魔します。はい。すると早速川久保のチェックが。何歳でしょ、部屋が。まずちょっと僕タバコ臭いっすね。もう風もそういう風になってるよ。歯の裏をゆりちゃんちょっと見せてもらってもいいです。あ、そうなのね。面白かったら、面白かったら。そうなのよ。ヤニがついた。あ、はい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 、残ってますね。ダメ、はい、残してもらって。これはやっぱ男性は、キスするときはちょっと気になっちゃうんじゃないかな。やだな、キスで。残念女はタバコをやめることができるのか。もうこれから5日間、ちょっと付きっきりで禁煙サポートしますんで。そしてまずはこの作戦。タバコの害を表すある画像を見せる。これを見たユリは、やめます、はい、やめます。あ、言った。はい、言いました、やめます。禁煙を決意したユリ、次なる作戦は、ちょっとこのやめようと思った気持ちをね、この画用紙に書いてバーンって貼っとこう、ね、いつでも見れるよ。なるほど、ね、誓いの言葉を見えるところに貼って自分に言い聞かせる作戦。ただ本人はやめる気ないっていう難しいパターンで、完璧。あ、これやめるわ。あ、これ吸わない。そうね、お母さん心配してる。さらに吸いたくなった時に気を紛らせるボール遊び作戦も伝授。気紛れる。喫煙グッズを全て没収し、ユリの禁煙生活がスタート。でもちょっとまだやっぱり本当に没収なの、うん。朝6時。5日間で結構だ、ね。おはようございます。おはよう。起きてた。起きて。今起きました。始めたばっかだ。吸ってないよね。吸ってない。吸いたい。もう朝のタバコをまず吸いたい。いつもこの。そんなユリのために川久保が取った作戦は朝のウォーキング。ユリね、空気吸った運動することで、そのタバコのこともちょっと忘れるし。日中はお互い仕事のため、川久保はユリを信じるしかない。彼女もなんとか我慢しているようだ。そして禁煙で最も辛いと言われる3日目。夜、川久保がユリに電話してみると、吸う人は食後に吸いたがりますしね、あとね、うん、いいな、電話で話せるの羨ましいな。出ないですね。家行ってみてもいいですか。残念女が行方不明。やってくれてるな。そうですね、うん、相当やめてほしいって気持ち伝わってきますもんね、うん。あれ、まさかバックレ、バックレですか。いないっすね。いるっす。ユリはどこへ行ったのか。これ飲み行ってて酒とか飲んでる時に吸いたくなるからね。ユリ行きつけのバーへ。嫌な予感がする川久保。もらっちゃうし。
確かにね、1本ちょうだいってやつ。ああゆりちゃん、おかしいなって。あの3本全部買っちゃったの？違います、私が3本すいません。本当はすいました、罪悪感ちょっとなさそうだもんな。ちょっと笑ってください。 OK、 とりあえず分かった、とりあえず行こう。カップルの揉め事みたいになってるじゃん。まだ3日じゃ難しいよ。まあね、1日3箱吸ってる人ですからね。え、どうした、どうしたって。我慢できないか。誘惑に負けました。今回禁煙。はい。え、やる気あるんですか。そうだよね。どうした、最初の決心から。ボール最初のところはなかった。グラグラしてたと思うな、やっぱり禁煙に対して。やめたい。ほら思ってんのね。思ってます。ちょっと笑ってんだよな。うん、分かった。もう本当にやめよ。だから俺もう見てるわ、見守るわ。俺明日の朝までここで見守る。ええ、俺止まる。俺止まるわ。止まんの、マジで。すごいな。いい、はい、大胆にも川久保は止まって見守る作戦に。なんだよこのショットは。いらねえよこれ。このショットは川久保君、なんだったの今の。明日舞台稽古どうしたんだよ。お酒を飲んでもタバコを我慢できるかチェック。さっき怒りすぎちゃったらなんか。さっきごめんなさい、これ始まっちゃうでしょ。もうこっち向いてるんですけど、確かにピンクの距離が近いから。近くなってたんじゃないですか。結局ユリは酔いつぶれたもののタバコは吸わなかった。そして最終日、二人はとんでもないところに来ていた。残念女の目に涙。禁煙最終日、川久保の提案で二人がやってきたのは仙台にあるユリの実家。その目的はユリのことを一番心配していた母親に決意を伝えること。これを機にママが念願だったタバコをやめて、自分のためにも、 そして周りのね、皆さんにも。そうだな、ブラキラのためにこうテレビに密着したんだ。禁煙していきたいと思います。ほら、もうこれはいけそうです。短い時間でもそれが経験できたというのは、この子のすごいこれからの財産になると思います。一つ習慣をやめることだから。お母さんに禁煙の継続を誓い、5日間のプロジェクトは終了。しかしユリは本当にタバコをやめられたのか。やめてないと思う。1週間後の抜き打ちチェックで明らかに。ほらほら CEO ほら。1週間後の抜き打ちチェック。ほら、こんばんは。眼帯しちゃった。どうした、どうした。部屋に入ってみるとタバコを吸った形跡はない。一応吸い殻とか、灰皿とかなんかないか、はい、ちょっと調べてもいいですか。どうぞ。川久保はタバコの痕跡をくまなくチェック。約束したから本当に吸ってない。あれから 100% 吸ってない。だから常にこう飴とかなんかもうガムとか。ほら、禁煙成功おめでとうございます。ありがとうございます。ユリが見せた涙は本物だった。